なんか今日からですね、本当になんか秋空、秋深まった空みたいな感じになりましたね。朝もですね、名古屋で20度下回ったとかなんとか言ってましたんで、6月以来の、低温だそうなんですけどもね。はい、そうですね、秋空になったということでですね、自転車でですね、駐車場の間を行ってくるんですけどもね、なかなか快適ですね。これ、セスさんが用意してくれた、自転車です。はい、今日からまた一人ですね、応援の大工さんが、見つかりまして、来てくれてます。電気屋さんもね、今日も頑張って、仕事してもらってます。で、朝からですね、現場監督の姿がいないなと思ったらですね、現場監督、天気が良くなったので、ね、こちらの方でですね、クシュンクシュンと、やっておりました。はい、昨日夜のうちにね、頑張ってコンクリート詰めておいたので、今日はですね、建具をそーっと入れられました。まだ強度は出てないのでね、あんまりどんどんできないんですけども、はい、こんな感じで、現場がちょっとずつ片付いていきます。はい、このサッシをですね、取り付けることにします。これはですね、こう開き、縦滑りっていう風な言い方もしますけどですね、俗に開き窓ですね、2階のトイレ、東側の方ですね。はい、さっきまで現場監督さんあそこでですね、ちょっとお休みになられてたんですけども、ニヤッとどっか行ってしまいました。これね、もう下地がこうできていて、はい、さっき作ったのこれに取り付けるだけになります。はい、こうですね、それぞれのところで水平を見まして、バッチリかどうかを、確認して、取り付けます。仮にね、1箇所2箇所ぐらいだけ止めておいて、あと、水平確認したらですね、全部止めるわけですね。はい、いつものね、百貨銀行の伊勢支店に行ったんですけどもね、自転車大変快適で便利ですね。もう午後になってきましたね。雨が降ってきそうなんで、ちょっと急いで行きたいと思います。もう一軒ね、こんな労働金庫の方へちょっと自分の用事で行きますのでね。はい、はい、いろいろですね、踏み振り込みとかなんやかいろいろ詰まってですね、ちょっとね、支払いで水泳にこうちょっと3時のおつまみを買ったりなんかして、あ、順番になりました。行きたいと思います。はい、あっという間に現場到着ですね。自転車やっぱり素晴らしいですね。はい、なんか子供の頃にですね、自転車に乗れるようになって急にね、行動範囲が広がって、自転車に乗って、ね、隣の町までまさに、行った時とかですね、暗くなって帰っていたとか、そういう歌じゃないですけれども、そういう時のね、こうなんか、あ、すごいすごいすごい、自分が大人になったんだみたいな、ね、記憶がなんとなく蘇ってきました。なかなか伊勢の街をね、自転車で駆け巡るのもいいものです。はい、2階の向こうの窓もね、頑張ってくれてるんですけどね、私は私でこっちを、つけてますよ。まあ、この、連想になってるやつをね、この高いところへつけるんですね。ここね、面白い空間なんでね、なんかね、めまいがしそうな感じですけれどもね。この空間にいるとね、なんかわけが分からなくなっていくんですよ。なんか周りがね、ずっとこんな感じなんですよね。ぐる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 っと。で、ちょっと上に、あ、これとんがり屋根が見えてますけどね。こんな感じで。今からこの窓をね、これで取り付けます。
これね、下を映してないんですけどね、下これ、これね、ビニールシートを今干してありまして、これなんか、こういう感じですね、ビニールシートを今下干してあるんですけども、下はこんな感じで、高さがね、約 5.5 メーターぐらいでしょうかね、の足場の上に立っているので、自分の目線はまあ 6.5 メーターぐらいか、7メーター近いぐらいかなと思います。この窓が収まりましたね。もうなんかね、薄暗くなって、まあ雨が当たってきたね、えらいこっちゃ。なんかほんまに面白い空間ですよ、ここ。なんかね、ぐるっと一周回っても一緒みたいなね、こんな感じです。この窓の形を、これあの、打ち倒し窓といって中にですね、倒れるようになってるわけですね。はい、消防法関係のですね、換気ができないといけないのでですね、高いところに排煙窓として作られるわけです。ここをフックを引っ張るとこういう感じで、フック棒がね、とりあえず今ないんですけれども、またフック棒で開閉できるようになります。そしてその真下のですね、窓はこれフィックス窓、いわゆる、まあ、言葉は悪いですけどはめ殺しっていうですね、この、窓が開かないガラスだけの窓になってますので、ここを収めていこうと思います。ここをね、これ全部こう、これのこめぎの目はめてあるんですけど、ここをね、書き取っていかなきゃいけないんですよね、前回、お見せしてると思いますけども、それを延々とここでやっていくわけです。はい、ね、ここもね、また例のごとくこう書きましたので、ここへフィックスの枠を入れたいと思います。はい、このね、サッシもね、他のサッシと同様ですね、こういう外からこういうところへ、ビス止めをしていくわけですね。昔はこれ釘止めだったんですけどね、最近はもうビスになったみたいですね。はい、これだけしてですね、ちょっと他の段取りをして、片付けして、今日はちょっとですね、またね、ちょっといろいろとせなあかん仕事があるので、ね、もう早く戻ろうと思います。もうね、暗くなってきましたんで、まもなく、ね、6時半とかそんなんかな。暗くなっちゃいましたけどね、ここでね、駐車場まで来まして、ここで車に自転車に乗せてもう一回現場に行こうと思います。はい、軽バンは素晴らしいですね。自転車がね、すっぽり入りましたので、またこれ現場に乗って、自分の道具だけ積み込んで、今日は引き上げたいと思います。